どうもこんにちは、僕です。よろしくお願いします。ちょっとスチームのさセールでも見てこうぜ。久々になんかこういうのあんま最近やってなかったよね。なんでかって教えてやろうか。買ってもやらねえからだ買ってもなやらねえんだよ。だからまあわざわざ見なくてもいいんじゃねえってさ思ってね。あ、俺またなんか老けた。え、なんで珍しく。あ、珍しいだろう。まあオータムセール見てこうぜ。まあ、せっかくさっきお風呂入ってきたしって、もう今日あのこっち側全部半分ハゲてたんやけど、さっきあの髪の毛直したでお風呂入って。ダークソウルのワンツースリーがセール来てる。へえ、ダークソウルって別にでも俺興味ねえんよな。自分でやろうって思わねえんよな。てかオータムセールってあれじゃねえの、ハロウィンに合わせてさホラゲが多いんちゃったっけ。ゲーム選ぶのってめんどくせえからって。まあそうやな、お前らがあこのゲームいいじゃんって思うようなね、そんな反則活動になるような今日は実況にできたらなと思っております。怖くてできないよって。シムズ4なんかライブもやってるぞこれ。パスファインダー、僕はパスファインダーだウラッシュオブザライトアウスってよ。エイリアンズやるわけねえだろこんなん。え、若返った？どっち？老けたの？お、ビジュアルノベルあるやん。てかもうビジュアルノベル以外見なくてよくない？ビジュアルノベル以外のゲームって必要か地球に。老けた？髪伸びたねって。どれどれ、ちょっと確認しようや。あーまあそう言われるとなそうかも。うんうん、老けてる。まあいいんだよ老けてでも。もうその話はいいよ。協力プレイ、ジャンルがあるやん。ビジュアルノベル、ストラテジー、シミュレーション、ローグライク、協力プレイ、アドベンチャー、MMO、ミステリー&探偵。これアドベンチャーと何が違うんや。 SF、オープンワールド。アニメとかもあるぞ。アニメのセールは人気タイトル、ドラえもんとかね、ロックマン、あとはアトリエシリーズ、鉄拳、これも格闘ゲームじゃなかったっけ。あの花の舞ちゃんみたいなだよね。牧場物語面白い。ドラえもんの漫画な。でもこう、これで育ててでーってなっちゃうんよな俺この手のゲーム。うーん、そうなんよな。いや牧場物語どんな感じで映ってた。ちょっと待ってな。あ、ちゃんと見えてんな、ならいいんだなあ。ブラック企業、ドラえもんと働けるみたいな。ノベルゲーがいいなって。やっぱノベルゲーだよね、私もそう思う。なんかな、そのゲームを知っとれば終わり見つけれんやけど、だいたい初見プレイヤーな。このグリスは、あ、これ系のやつ、こういうの面白いんじゃないの。でもお前らこういうのな、意味が分かんないとか言うからな。こういう、あ、なんかこれってこういうことやったんじゃねえかなみたいな、映画の、そうそうそう、雰囲気ゲーみたいな。割と嫌いじゃないんやけどな。これちょっと覗こうかな。音出てる？こうか。ノーマダ、デボルバー。なんかでもこれは雰囲気だけっぽい気もするこれ雰囲気だけじゃない。なんか坂転がってるけど大丈夫？鳥飛んでるみたいな、なんかそういう実況になるぞこれ。箱になってる、落ちてる、ひび入ってる、脳が落ちる、キャラブスなんで美少女にしあんのっていうゲームってよ。こんなん 60% オフで出てんだよお前ら。ポリコレ配慮やめろっつって、こういう可愛い女出しときゃええんやわ。ほらー、こうもうパンティー見えそうな、うん、なんこれ。あ、し、巻いてつ、あ、これ見たこれ見た前、お前らとスイッチで見た。なんか雰囲気良さそうやんっていうやつやん。見た。遊戯王デュエルリンクス。アトリ。
あんま長すぎない方がいいんやけどな。まあアニメ系はこんな感じか。もっと表示する。音楽いいじゃん。これはサキュメイト。俺サキュバスとかインムとかあんま興味ねえ。インムインムインマとか興味ねえけど。サキュメイト。ある日帰宅するとアパートのドアが少しだけ開いていた。恐怖の中思い切ってドア早えわ。リリムちゃん。超自然現象混じりの日常 SLG。 父でけえ。父がでかいねん。さっきからステーキハンバーグチャーハンバイトもします。上から順に料理を配れミニゲームしてる。路上ミュージシャンでもしながらな。すごいな。こっち見てるときはこうなのに向こう見くときはこうなんねや。サクセス。リリムにプレゼントや美味しいものを食べさせよう。サキュメイトってこれいくらな。去年出てるやつや。1216円です。いやー100円とかやったら買うんですけどね。1200円かさっきの英語バージョンや。国際的やな。勇気を出してドアを開けたんやろ。ここは日本語やけど言うほど高いかって。お前よ、それはお前、俺今あれやけど、お前お金の考えは変わってないからな。180円になってるやんこのサイコロゲー。あ、てかカメラずれてない？大丈夫？定期的に確認ちゃんと素で置いてるだけやで。あ、ずれてないな。アニメはこんな感じね。これは？あ、歌われる。え、なんか聞いたことある？歌われるものって。RPG か。なんで顔出してんの？まあ、たまにはよ。せっかく風呂上がりやし。いや、もうでも髪の毛崩してこうやってオールバックにしたくなってきた。あかんあかん。お前は笑われるものだよね。うんうん。ハゲだからね。そうな。甘えんぼ？俺のことか。神楽ゲーム、神楽ゲームス多いな。この夏あなたは楽しい夏の思い出を体験する。ああ、どうしたの？ゆいちゃん、もう名前が好き。おはよ。ディオンちゃん。仕方ない、ね、みゆき。すごい柔らかそうな父してんな。みんなおっぱい柔らかそう。スライム父がやばい。風船みたいだね。こんなとこに横たわって。俺は子供なんか。え、なんかかまいたちみたいな男たちが。しつこい汚れね。きっと解ける勉強もあります。最大で止めろ。DL サイトの同人エロゲ。あ、エッチなゲームなんこれ。じゃあ俺配信外でさ、あの無修正でやるわ。ひと夏忘れられない思い出。甘えんぼ。同人乙女。でどこが作ってんのって。 FC2 でやるよって。あ、そうする。なんなんこのいかにもな。あ、これあれじゃねえの。ノートエライトロボティックス。コーヒートーク二の国。あー、 RPG か。聞いたことあるけど。下着のとこやんな今のやつやんな。ロボットのやつ。マッドファーザーとかナッツリメイク出たんやんな。これ怖いからやらんで。ホラゲはやんないよ俺。心臓止まるもん。何これ、三色エコ。いや、これにしよう。
え、これがいい。音量バランス大丈夫やんな。三色エゴイエゴイ七色化しながら歩いてる。わざわざ強調しながらどんだけ自信あるんや。コミックちゃん好きな曲や。音でかいよな。めっちゃチューしてくるやんお前。チューしてらっしゃい、シュシュー。これいくら？まあ、あの短時間で多分5秒で2人の女とチューしたわ。何？泣いてる？何これ？寝とってんのか？寝とられてないか？この女。だから泣いてんのか？面白そうじゃね？日本語はサポートされていません。解散。解散。パッチャなんでな、日本っぽいやんな。海外語覚える俺だぜ。そっちの方がええかも。アニメはこんなもんやけど、アクションレース、スポーツ、ホラー、無料プレイ、 RPG、 まあこれで一周してきたわけか。いやホラーやんねえ、本当にダメな、本当にダメ。もうあかん、お腹痛くなってきた。ああ、はあ、いただきまーす。これうまいんよな、よく買うわ。ビビりだもん。あれもダメ、これもダメ、あれもダメダメ、これもダメダメダメ。あーうまい。何、なんかいいのないの？秋のセール毎回でもえーってなんだよな。フランチャイズ、フランチャイ、フランチャイズ、複数形もあります。どういうのが欲しいの？いやまあ何でもいいんだ。お前らとなんかこういうゲームあるじゃんって見てけりゃ、まあホラーも見てもええよ。俺が興味なさそうにするけど。老けた？まあそんなもんよ。エーペ売上上位1位はエーペックスってよ。ダークソウル3、ダークソウル2は苦、あれなんか、テイルズ・オブ・アリセ、アライズかな、バトルフィールド。あ、バトルフィールドって聞いたことある。俺どんなゲームか知らんねん。どうせ銃撃つゲームやろ。まあそうやろうけど、なんか銃持ちすぎやねんお前ら。ダークソウル2、これはファンタジー系。一人でやるもんじゃねえよ。赤狼も売ってるよ、赤狼。5430円、高え。赤狼おもろいんかな。アトリエいい？アトリエってどれやっけ、これ。アトリエシリーズって面白いの。
これがアトリエちゃん。なんか真男が剣振ってんやけど。うん、作業が多いゲームかあんま得意じゃねえな。苦手そうで俺。え、モンスターとか出てくるゲームな、アトリエってな。テイルズっぽいよな。常闇の女王と秘密の隠れ家って、あ、RPG なアトリエって。で、なんか物資作って町の人に売ってくゲームじゃねえんや。へえ。女の子が主人公だよって特徴があんのか。ふん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 。太ももぶっとくていいねーって。あーてっててーてっててて。アイドルマスターでよくね。前からやりたかったし。これ神ゲー。届けたいさ、ルミナスの思い見てくれる人すべてに届けましょう。プロジェクトルミナスファイター。さあ開けよう目の前にある扉を。29人もんの。え、ていうか昔のキャラおるやん。俺こういうのあかんねん。見らんといて。ニヤニヤしちゃうから。いろんなシリーズから出てんのか。俺すごい勢いで女の子の間駆け抜けてる。今すごい勢いで女の子の間を。なんだルミナスって。あれやん、弥生ちゃんやん今の。内緒ならできます。今のルミナスは最高のユニットだから。ああ、そのすべてを見せていこうじゃないか。全力で参りましょう。魂を奮い立たせよう。みんな最高のライブにしましょう。うわルミナスにもあの子にも。なんやねんルミナスって。置いてかれてる俺。あ、この子かわいいやん。伝えたいことがあるの。あ、センターや。ルミナスはスターリット神宮が終わるまで誰この人。期間限定ユニット。アイドルは期間限定ユニット。みんないい顔をしている。誰やねん。やってくれます。これだからアイドルからは目が離せない。あ、この声聞いたことある。私たちの最高の輝きを。有名な声優も出とるぞ。めっちゃ最近やん、これ出てんの。これめっちゃ最近のやつや。すべての感謝を込めて。これやろっかな。バンダイナムコ。よく聞くやつ。え、クリスマスこれする ?1 日でクリアできやんか。え、な、これって攻略対象とかおる？これ日本語対応してるよな。9,020円。たっけー。アイドルは金になってしゃあないの。これたけーな。そんなに半金ゲー。え、これ実況したらあかんとかある？最近のゲー、女は金がかかるもんか。まあ、しゃあねえな。まあでも金ならあるしな。
金ならあるしな、これ2万円も入っとんで財布に。今な金あるしな、買うか。なりきんじゃんって。うん、もう一個 PV 見よう。頑張ってんな。29人も把握できやんぞ。25人は雑な扱いしちゃうわ俺。名前覚えとこ今のうち。あ、ロリ系とか相手にしやん俺。あ、こういうレッスンとかあんのか。ほら、弥生ちゃんやん。今のミキちゃんじゃない？300人もキャラおんの。あの子メジャーな子やんな、かわいいな。こいつかわいいやん今のやつ。こいつでありきたりか。光るものがないな。ウィンクうまこれを見とる俺を見られんのが耐えられやん。なあ、これ見てる俺を見るのやめて。やん、なんで女の子ってこうやってしがちなんやろ。アイドルマスターが、なんだ30人目か。え、思わせー、気になる。なんやろあの子、買うかこれ。うわ、ちょっとこれ候補で。今の子かわいいな、髪の毛がアルビノっていうの。全員同じ。違うよ、結構表情種類あったよ。あー、なるほどね。アイドルマスター。他はこれが売り上げ上位に入ってるわけや。結構上位に入ってるし、みんなやってるってことやな。だってこの中で異質やもん。アイドルマスター、エーペックス、ダークソウル、セキローとか言うとる中でアイドルマスターって、これちょっとおかしい。あ、これペコラじゃねえの。1000円以下、微妙そう。 75% オフ。え、女の子出てきた。幻に舞う少女の剣。剣はええわ。オフされすぎだよって。これ定価で買うのは北西やんな。アリックス見よう。これ絶対おもんないわ。もうだって怖いもんがめ、雷鳴ってるし。こういうさ、が一人称視点っていうの、怖無理。バルブって書いてあるし。あ、なんこれ、エイリアンか。圧倒的に好評やぞ。なんか手だけなん、透明人間なんか主人公ぽいな。 VR じゃねこれ。え、これ待って、これ前提として VR のゲームじゃない。バーチャルリアリティ対応ヘッドセットが必要です。ほら
なんでこんなもん見させたんやお前。でもめっちゃ VR ある人は面白いらしいぞ。まあ見るだけなんよって。溶鉄マーシャル、こう女の子が出てきてさ、こう銃撃ってるわ。あ、これあれちゃうの、あの女版ダークソウルみたいな、違うか。うんうん、金はあるんだろうって。あっても、それもなー。うーん、あ、これお前らがやれって言ってた鹿のゲーム。四角いな人が鹿になりたい、全ての人類に捧ぐ。え？ああ、鹿のせいで。ボーボボこれ。これボーボボボーボボ。これあのヤギのゲームと全く同じ流れじゃないのこれ。これあバカゲーやんこれ。絶対、いやこれお前これあの1時間やんのきついやつやぞ。微妙そうやな。俺は微妙そうやと思っちゃうな。面白す、興味あるやつはやってくれ。もう打ち切り前提でするやつやな。あ、超将棋上がってるぞ。これまたちょっとやりたいけどな。面白かった。ファクトリータウン、さっき見たやつか。狙いすぎだよで、ごく普通っていう煽りがな。最初にかばってる意味がわからんし。ちょ 75% オフ。え、これ何？ 4 つしかねえの。売り上げトップ、全世界売り上げ上位。ジャンルで見るか。ダークソウルでいいじゃん。でダークソウル、そんな好きちゃうっていうか。ドラゴンボールもあるぞ。RPG スクールシリーズ、こんなん販売してんの今。昔あったやつちゃうの RPG スクールって。懐かしい響きだねって。え、何、父とか映ってないよな。 Steam 大丈夫だよな。うわー、ドントスターブ。これ俺壁爪で一回やったけど怖くてやめたんよ。これ怖くてやめました。おえちゃんのドントスターブーって言うてやってたんや。視聴者十何人の時に。このゲーム怖くてやめたん。もうあかんって言うて。絶対無理。あの時見てた十数名はどこ行ったやろ。サバイバルで夜になったら周りの森のさところから目が光って、それが怖くて無理って言ってやめた。もうあかんって言うて。もうごめん、ほんとに気はもう無理やって言うて。もうなんか焚き火があれば大丈夫とか言われても、もう無理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 って。こんなんなってたんや、やっとれば。しかもこれオンライン前提やったくせえな、こうやってみると。これも物資集めてなんかいろいろ作んねんな。え、こんなシーンなかったぞ。
テラリアって書いてあるし、なんかコラボしてる。知らない世界でしたね。ゲーム変わってた途中で。ドントスターブやと思ってたのに。海外アニメっぽいねって。ビジュアルノベルよ。なんかワクワクするやん、こう女の子がさ、映っとると。戦乱かぐや、みんなが大好きな戦乱かぐやもあるよ。ロスト。エッチ主義これ見て。20% オフか。18歳未満禁止です。何してんねや、これ。おっぱい出てきた。まさかイラスト鑑賞するだけのゲームじゃないやろな、女の。差分とか見て。これ動画動いてる？これ動画やんな。これ何なんか分かんないんですけど。中国語とイングリッシュしかねえ。日本語ない今の時点で。ダメやね。おちちツンってしすぎ。乳首立ってますやん。何してんのかわかん、何やねんこのムービー、誰が作ったんや。何してんのかがわからんわ。誰が考えたんや。中国の限界か。三色エコイは気になるけど、え、これ79、え、79円、は、え、これ79円なん。じゃあみんなで英語勉強する。え、これ79円、ほんまや。これ買おうかな俺。日本語訳でどうなんのって、ちょ、中国人用意してくるわ一人。これなんて書いてあんのって言って、あのディスコードつないで中国人にさ、これ日本語で何々ですって言わせて。もっとある？それでええやん、中国語わかるやつに翻訳させながらディスコで聞くの。曲もええしな、この曲。これこれ置いとこや。マブラブ、なんか名前は聞いたことある。古臭いな。でもギャルガン、ファインディングパラダイス、マブラブは古い。うんうん、みんな中国語できる。妖怪ズセレクト、これもう妖怪ウォッチやろ実質。これさっきのさっきのイラスト見るだけと同じような気がする。おパンティー見えてる。これ俺乳首映ってね。スケベシュギーよ。なんで海外の ゲームって絵柄が統一されてねえんや。歌われるものって聞いたことある。二人の白星、あー桜大戦みたいな感じか。今日いつもより鼻でか。俺鼻でかおえちゃんになってる。見てみよう。でシュタインズゲート、なんこれ、モンスタープロム。これ系で最後にやったのあれか、ドリームダディか。メモリーズオフって面白いやつじゃねえの。これなんかシナリオ面白いって聞いたことあるけど、どうなん。メモオフは面白い。
かっこよくね。翼舞ってるし。なんかお前猫可愛がってたやと思ってた。なんかあいつ次猫映るんじゃねえかなって俺思ったもん。あれスマホやぞ。でもメモリーゾーって古いんちゃうんか。こいつが可愛い。これエッチなゲームな。お姉さんもいる。エロゲではないんだ。どこまでできんのここ。裸なんやけどあいつ。なんで裸でおんの。変ちゃうかこれ。これちなみに一人何分かかる。これはかけがえのない、そして負けない恋心。メモリーズワープ。いいね。2020年4月2日発売、割と最近。決めるよ。ドロドロしてそうだね。でそれが面白いんじゃねえかよ。なるほどね。マルコと銀河流。マルコ、これも見てみるか。あ、これもなんか普通のギャルゲーか。 40% オフで4680円か。高えな。これは1日で終わる。ちょっと見てみよう。音ちっちゃ。でも曲ちょっと好き。曲好き。ボカロっていうかさ、なんか最近の曲っぽくて。曲ええやん。こういうの好き。まず飯っしょ。新しい惑星。なんかパンティー&ストッキングみたいな絵柄なってる。アルコ腹減った。すんげえ名前のやつが出てきた。ヨルムンガルド出てきたぞ。綺麗やな。内容は分からん。曲めっちゃ、でも俺は好きやわ。なんか懐かしい。ニコニコ動画見ててさ、ボカロの曲で、あ、この曲ええやんってなる。なんかその、わかる？この、ちょっと懐かしい気持ちみてえな。すごい、あ、なんかええなって思った。俺曲好き。2020年2月。記憶喪失の孤児、マルコと銀河を滑るドラゴン、アルコが宇宙をで宝探し、旅の途中、マルコは自身の母親の手がかりを得る。向かう先は生まれ故郷の地球だった。っていう話らしい。オタクホイホイじゃんって。タタタタティタティタタンタタンタタン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 みたいな。タンタンティントンティントンティンタンタンティトンティトンティトンティタン。曲やん。
うんうん、高いなーって。高いね。1日でできるらしいぞこれ。マルコと銀河流。ちょ、お前ら興味あるやつプレイしてみて。金余ってるから、おいちゃん俺これやるよーって。アニソンも聞こんよーって。選択肢とかないんだ、一本道なんや。へえ。82円のやつあるぞって、さっき見た見た。どうせこれやろ、これやろ。これじゃないの、あ、これ82円な。79円や。え、3円だけやねえか。82円。いやいや、絶対はず、もうわかるもん。やっぱもう見た、俺これスイッチで見た。パズルやったら女の子のエッチなイラスト解放されるだけやねん。あ、今あれあったな。何やったっけ ?AI のやつ。やべ、タイトル出てこやんわ。何やったっけ、何愛やったっけ。 ソムニウムファイル AI や。 AI ソムニウムファイルや。サノバウィッチ。ちょっと待ってな、行くよ。ミントソーダのその下で甘くもをたたらにた。はい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 。ミントソーダのその先に甘くもを連れてきた。今にも降り出しそうね、ゆっくり話聞こう。小さな声でうつめながら、悲しみのその先に行くなんて。晴れ渡る空に呪文をかけろ。心のかけら集めて、夢のまま瞳にキス。明日は追い風、君の左ひらりに包まれるよ。涙は宝石、恋せよ乙女たち。だって練習したもん俺この曲確か、歌うために。でこれ乳首が実況中に映ってしまってアーカイブ消した。普通にエロゲやった。乳首映って消したねん俺。懐かしいわ。ふざけんなよって。これ録画保管庫にさ、データ俺データ持ってるから渡してさ、乳首修正しといてって。あげさすときゃええんか。懐かしいわ。あったねんそんなことが。そしたら見れるぞ。これはイラスト好きやけど。あー、こういうのはあかんわ。なんかやっぱ女が出るゲームって思わず見ちゃうんよな。そりゃコミケが流行るわけですわ。サマーポケッツ。すごいよな。なんか女の子が魅力的に見えるんよな、こういうゲームの。これ面白いよって、ほんまに欲求不満じゃんって。危うくチンチン映すとこでしたわ。キーケーか。へえ、キーケーのイラストにしては最近の絵柄やな。月影未曾有解放の羽。え、これちょっと面白そうちゃう。人死ぬやろ絶対。性的表現もあるぞ、ミステリー。元はエロゲ？別にいいよ。人形怖っ。エロゲか。ここから見る景色はなぜどこか狭く悲しく。中国語も対応してます。逃げられない蝶のように。
ゼロちゃん、非常に好評じゃん。51件圧倒的は1600円。な、日暮らしの匂いするよな。するわ。絶対するわ。ループすんやろ主人公これ。は長すぎる、さすがに。日本語で書いてくれ。月影みずほ、内容次第やけど、こう面白くなりそうにも見えるけどな。あかんわ、レビューが全部中国語でわかんねえわ。なんでエロゲっていい曲が多いのなんでやろうな。気合入ってるんちゃう。うんうん。スタマス見ない？スタマスってどこにある？ちょっと待ってな。今アドベンチャーノベル見てる。剣が君。あ、ラブチョイスあるやん。164位になってる。わざわざ俺スイッチでやったのに。やっぱアイマスがいい？これお前らラブチョイス今164円、これ俺マジでおすすめやったで。これおもろかった。オメガラビリンスライフってあれちゃうの？ローグライクのやつか。あれ？何やったっけ？俺が配信してない日にこれのオープニング聞きながら、これあれ？これやったっけな。なんかローグライクやんなこれ。他は？アイランド。たっけー、5262円。すごいハゲ方の親父がおったぞ、今。こういう、でもなんかロリッコが帽子かぶってみたいなキャラクター、俺別にそんな好きちゃうねん、やっぱり。めっちゃ頭痛く、頭じゃねえ、これ。何これ。ここ痛なってきた。お腹痛なってきた、みんな。俺は好き。まあ人の性的嗜好なんて人それぞれやでな。世の中には男の娘がいいとか言うな。ちょっと狂ったやつもおるし。うん。バレットガールズ。わあ、へえ、くっさ、俺の。あ、ちょ、カメラ映しながら言いたくない。へえ、くっさ。ああ。マジで臭い。泣きゲーないのかな。泣きゲーね、一日で人泣かせようと思ったら難しいぜ。日暮らしあるじゃんって。あなたは今どこで何をしていますか。ほんと日暮らしってなんか俺アニメは見たことあんねんけど、ゲームは見たことないんよな。なんか萌えが多いなって。当たり前やん。萌えやじゃなかったらそもそもや、誰がお前こんなイラストのゲームするやってなるねん俺らは。それが最近お前あれやん、海外の人がお前いろいろ言うてで、あのか美少女にするとあかんみたいなこと言うてくんねん。美女と野獣に喧嘩、ディズニーは切れた方がいいよ。ノベルゲーの配信客ちゃんと見とけよって。はーい。友よアフターってあれやん。クラナド。あ、またメモリーズオフ来た。これさっき見たやつか。そやな。猫飼ってそうやし。自由の国だねーって。コープスパーティーとかナッツ。やらないよ。なにこれ、ほぼ俺の生年月日入ってる。ちょっと待って、ほぼ俺の生年月日が入ってる。ちょっと待ってな。一
回な、なんだこれ、ページを表示、やらないよ、コープスパーティーは絶対できないから。そっとその線に指を触れてみた。昔流行ったあのフリーのホラーゲーム。アニメもやってたっけ。ネットの友達とニコニコでコープスパーティーのアニメの配信みたいなの一緒に見たわ。スカイプつなぎながら。ナッツ男な、7歳ほど年下の俺インターネットの友達だ。あれそうなのか。うわこれはグロいわ。で、俺その友達と通話しながら見とんねやけど、この怖いシーンの時、うわーって言って俺声で隠してさ、何何って言われて、ごめん見れやんって言いながらコープスパーティー見てたわ。やってた、そうやってやってたってか、そうなってた。夏最高にびっくりしてるやん。グロいわ。これはグロいわ。ラメこれはきついね。そりゃ生年月日入れますわ。これが昔は流行ったのよ、912円って。実況動画上げてる人いたような。もっとあのこのリメイクやけど、これはお前頭おかしい。ハゲてる、大丈夫今日。俺ハゲてない、大丈夫。嘘、そういうこと、大丈夫かな。女はホラゲ好きだよね、本当にね。これ揃えると女の子がだんだん見やすくなります。ええねんそういうの。めっちゃハッピーそうやんこの女。微妙やったわ。あ、これ日暮らしの、これあれか、メーテルさんか。肌ツヤひどい、嘘。俺今日妹とお昼会った時にさ、あ、本当になんで34歳なのにそんなに肌が綺麗なんとか言われたよ俺。髪が青い、あ、それはあのブルー、あのここら辺が青いからそれが反射。青くはなくねいくらなんでも外出ないしなって、まあそういうことよ。ドリームデート143円。ドリームデート、鹿島鹿島ちゃん、ルイ、ゆるい、なんかこれ着せ替えゲーム、ディナ、安っぽいねって、うん、ドリームデートなんかサイコロ出てきた。父はだけそうや。ええよな、こういうあの胸の谷までここがニュルンってなってる、こういうのがふーんっていう。エロ同人とか見とるときにさ、こうやってふーんってなるよ。あれあれやん、ここがええんよな。わかるわかる。なんてやらしい食い方すんねやこのアホは。そんなことなることある？プシャってあげキャーって言って、こんなことなる？これがドリームデートか。まあ現実になってるわけか。これやったこと、打ち切った俺これ、あまりにもアホゲーすぎて。ネグリジェってスケベすぎない？
前ら何してんねや、ご飯で。え、これ箸で乳首つまんでる？もうボーリング玉3つありますやん。え、これ全然内容わかんねえ。ちょっとスケベすぎない？これいくらなんでも。ネグリジェって、これちょっとお前ら700いくらなんやけど、どう？面白かった？日本語サポートされなさすぎやろ。日本人ってやっぱあれなんだね、ダメなんだ。そうなんだろうね、サポートされてねって。英語がわかりやな。エロゲーかどうかはわからん。マルコと銀河流な、まあ、ここにあるけど気になるけどな。アイアヨです。マリーナ、コスモス、シミュレーション非常に好評ってよ。353円。見よ。お腹痛くなってきて、ごめん、もう、あ、誰が一番可愛かったか言って。だった。苦しい。マリナが一番やった。マリナってどいつ、こいつ？げっそりしてる。髪型変わってる。なんかすごい、俺真ん中にちょろんってなってる。何これ。疲れたからもうしょうがねえ。髪型がすごい。ちょっとこれでやってきます。アニメキャラみたいにやってる。いや、ほんまやな。なんでこうなったんやろ。朽木ルキアやと思ってくれ。死に毛みたいく。はあ、疲れた。もう本当にこうお腹痛いのなんとかしてくれ。俺体調が悪くなる癖があんねん。ハートフルライフやん。これクソゲーやで、やめとけ。アブさんが実況してた。ダークエルフ、こういうの好きなんでしょって舐められてんなお前ら。リドルジョーカー、何これ作りすごない？こういうアニメのさオープニング見るの大好き。
このページは動作していません。そんなことある？してるやろ。ゆずソフトってことあれか。あ、ごめん、音量上げすぎちゃったわ。ノリゆずソフトやな。パンティ見えてますやん。その力信じて。内容全然わからんだ。自撮り上か、これ何するゲームなの？女くどき落とすゲーム。FC2 でやろうで、そうするか。プン消してくるからな、乳首の一つや二つで。なんたらクエスト。選択肢あるゲームがいいよな。これはノナリーゲーム。何って、これあの俺のあのプレイリストにあるからよかったら見といて。クソ面白い。さてと、まあこんな感じでビジュアルノベル、まあ目星かったんはやっぱりこのマルコとギンガリは僕は気になったのと、このなんと三色エコイはオープニングムービーこんなに凝ってええ感じなのに日本語はサポートされてないが79円。アイマスはありますよ。あ、しまった、元のサイトに戻れやんくなった。ちょっと待ってな。あとはアイドルマスターか。アイドルマスターかなー、信じてーこれ気持ち分かってくれるお前ら、歌いたくなんねん。タン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 ティンタン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 タンタンラタンディタティトゥティタティトンティンタンタン、信じてっていう話よ。もう覚えちゃったよーで、アイマスは歌がいいよ。もっとタティタタティタタ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 タ。うん、ある晴れた日のことでも、そっからはそうなんやけど、中井くんにクソ似てる。似てねえわ、似てねえべ。ミステリー探偵も好きやけど、俺昔シャーロックホームズやって滑ってるからな、オープンレックで。好きなんやけどな、こういうの。お前らついてこれんよな。そうなってまうんですよね。うんうん、新しいのやってよ。で、割と面白かったんやけどな、ゲーム自体は。配信映えしないだろって、まあそうなんよ。多分これじゃねえ、俺がやったん。違うわ。全然違う。これかも。合ってるんじゃ。
謎解き系やってよ。ここにあるやねえかよ。バングル準備。9時間9人9の扉おすすめやったな。おもろかったわ。ペルソナって配信禁止やろ。なんかでもやっぱ絵柄がごついんよな。こうやって見ると俺美少女が出てねえとやる気起きねえよ。やっぱギャルゲーかーって。でもそうじゃない、女がいると面白いのよ。この世界は9つ9日9日。これ9時間9人9の扉と何が違うの。9つ9日9の色。この世界は君をした物語だった。神様からの導く言葉響く。いい曲だよな。ディアライズってよ。感じる力密かに熱く解き放つ。意味もなくここにいるわけじゃないよ。評価も高いね。歌わない。日常日常日常危ないって聞くえ。海がこそばない。今アモーランスが俺の耳舐めやんだ。はあ。そんな絵柄好みじゃないけど、なんか内容面白そう。なんか内容面白そうちゃう。まあよくわかんない。何これ、お前らどこにでも女、お前らは本当に。なんか天海っていう、天海新海やったかが主人公で、なんか妹っぽいやつも新海って名前やったよな。俺の妹変な目で見やんといて。筋見えてるで、これパックリ見えてるよな。見えてる見えてる。お前らどっちかやろ。はあ、ちょっとこれキープで。で、なんか9っていうのがええわ。9っていうなんかあるんやろな、意味が。リスト入れないのって。これブラウザで開いとんで、後でスチームで検索して入れやなんか。あれ TikTok、 TikTok やんこれ。謎解き映画ビートコップドット絵凝ってるやんこれ。こういうのも見てくか。 80% オフ。みんなタバコ吸ってる。ナインは他のバージョンも変え。撃たれる警官が撃ってきたわあ、そうなんや。ギルティーデテクティブ。サウスポーの警察官や。萌ちゃんできる？今んとこやらんと思う。
って感じですかね。いい感じだった雰囲気は。女の子出てないもんね。そうなんよね。あらすじ面白そうやんで。俺ささっき左の耳かゆいんやけどこれ。GTA あんな怖いゲーム。へえ。それガンなの？嘘。謎解きミステリーねー。おい AI ソムニウムファイルあるぞ。パラレルカップタイムトリップ君にだけ1760円なってるやん。教えよ。大人たちは目を曇らせビー玉の目曇らせてる。顔うつむけや。毎回歌詞間違える。続編出る。続編大丈夫っすか。それやるんやったらキムタクやらな。そもそも。ルームセラ。うわ絶対沼ってお前らに怒られる。いやいや怒られたくない。34にもなって。ルームいいじゃん。で脱出ゲーでしょ要は。怒らない。本当に本当に怒らない。イライラしたいんだよ。で、あとは宇宙レースサウンドトラック。ああ、あれか。アドベンチャーがやっぱり SF とか。これ俺何した。アドベンチャーか。なんかおもろそうなある。気になったん言ってってな。RPG っぽいな。ホローナイトとかな。もな、こういうの結局お前ら見ねえんだよな。ライザのアトリエ。ライザ、ライザ、ライザップ。これさっき見たやつじゃねえの。これさっき見たやん。 RPG かよみてえな。マフィアかこれ。マフラーやと思った。マフィア。意外とこういうのがええんじゃねえの。You're Tommy? Detective Narman. How long you been in town? 3 years. They handed you a role. Graphic きれいやね。ジェームズ・ポンドもいる。That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Case must be getting pretty cold by now. Or you guys something might warm it up. 実際、実質銃がごとくやる。女が出てきて盛り上がって喧嘩して。What do they call you, son? Thomas. 映画やんもうこんな。Thomas Angelo, sir. マフィア。非常に好評25,963件ついてるわ。すげえ好評やぞ。Everything I've done, both good and bad, I've done for my family. かもね。長い？まあ、ちょっと置いとこう。いいじゃん。でもお前らもちょっと2500円だでこのゲーム面白そうだなって暇なやつができりゃそれでいいのよ。今日はまあそういう枠よ。全体的に見てっていう。多分俺が買うのはアイドルマスターだけになりそうや。なんかそんな気する。ちょっと俺が買うのはアイドルマスターだけ。ケチだねーって。79円のも買ってもそういうのないろいろ買ったんやけどさ、結局さインストールすらしてねーみたいな。
うんうん。テイルズがある？嘘。これ？本当はバンダイや。俺アビスしか知らんからな。We came to save you. バンダイナムコ。You won't be getting out of here alive. でかい斧持ってるキャラってかっこいいよな。なんで英語なんですか？スチームだから。そうや、テイルズは RPG 単成じゃなくてこうやって移動しながら攻撃するのよ。そうそうそう。 Think you can cut me down? What? Those with power set the example, and those without it are forced to obey. これどうなの？なんか声以外すげえ違和感。I found you at last. And I see you came along as well, Danon Witch. 七見せてんな、さっきの人。I thought I had been doomed to a life of solitude. That doesn't mean I'm going to stop. お前らわかるやろ、俺がどの女の子が好きなんか、あのピンク髪や。That can't be. Look out! Right now, this thing needs dealing with. 僕二次元はピンク髪の女が無条件で好きってなってんの。現実世界におったら髪の毛引っこ抜くわ。やめてやめてやめて。なるやろな。なんでお前髪の毛ピンクなんじゃ。Danon Liberation and the Renesalva. Looks like we've got our work cut out. ムービーが多すぎるようで。まあ俺言うほどテイルズ興味ないしな。テイルズでも楽しかったけどな。アビスは俺だってやったん高校か大学の頃やぜ。何年前やと思てんねん。昔のしか会ったことないって。エーペックスって無料のゲームがある。神ゲーっぽいな。 GTA 世の中の犯罪者たちがやってるゲームやろ。うんってやっぱそうなんや。くしゃみ出そう。出た。なんか出そうな感じやったやん今。出た。抑えろってせっかくやねん。うん大丈夫。他はスカイリムも聞いたことあんな。あんまったな、こういうゲームじゃないよな俺な。そうだな。サブノーティカ、こういうあの獣はこういうのが好きなんちゃうか。この猫が剣持って戦うみたいな。アイルーとか言うんやろ。これドントスターブと同じ匂いする。こういうゲームもちょっと見てみようかな。内容がわからん。あれかナイトインザウッズみたいな感じか。ダウンヒア。配信しにくそうって。そんなこと考えてたら何もできなくスマブラするしかなくなってしまうぜ。あーい。ナイトインザウッズは楽しかったけどな。おいちゃん英語話せるから大丈夫じゃない。 Can you speak English?戦わないメゾンドマオみたいでいいじゃんって。あれ戦うからいいんじゃん。
分かってねえな。日本語版もあるよ。うーん、絵柄ごついね、アドベンチャー。これ竜が如くじゃね。あ、竜が如くセブンなんかこれ。ライクドラゴンって。え、これ桐生さんじゃないよね。ゴリラ系やな。主人公変わった。あ、なるほど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、剣抜いてんのかと思った。Let's start a brand new age of heroes. Well, this just got complicated. 女が戦ってるけど。You always attract weirdos. 戦闘のシステムが変わったんや。なんか ザリガニもいるけど。え、ザリガニも仲間なの？Tell us what the hell is going on here. Get this man a diaper. I'm sure all of us here are a little crazy. But こうやって見るとやっぱ竜が如くって面白そうやな。うんうんうん。お、誰やっけ。キリュウちゃんって言うまでは分かってねえけど、あれ誰やったっけ。マジマだ、マジマ。マジマ五郎や。あー、竜が如く。それマジマだよ。最後せって言うのな。おもろいでー。ええー、なー。でも先にさ、キムタクやった方がよくええよな。だとしても、これやんねやったらキムタクやらん理由がないっていうか、そうなんよな。うん。なるよね。わかってるわかってる。さすがにな。まとまった時にやりたいなって思ったるんすけどね、なかなかね。うんうん。まとまった時っていつだよって、いつになることやな。あとなんか気になるジャンルある？おえちゃんも出てるらしいな俺。まとまった時間しかないだろうって。ジャンルだちゅうでんの。あ、エロエロ。よいしょ。シミュレーション、これか。シミュレーションってなんだ？シムズか。トゥーポイントホスピタル。いや、漏れてないけど、これ今俺おならすると出るんじゃないかって今境目や。どっちやこれ。これはヘかミかに、確率としては本当に五分五分ってライン。どうするべきや。ヘだと思ってしていいのか、でもこのままヘをしたらそのまま身も出るのか、 50% ライン。かけるか。いや、でもなんか収まってきた。よし、大丈夫。
もう大丈夫だ。そう、危ないラインっていうのがやっぱあるからな。修羅場くぐってかんと。今後何度か配信中に漏らすこともあるやろ。シミュレーションってなんかレース系が多いね。あんまり車興味ないんよな。うわ、夏60セカンズあるやん。これ結構やってたんよな。うんうん。夏いいね。これ結構人気あったよな。これやってた時期っていつや。人狼やってた合間ぐらいの時か。3年ぐらい前か。俺が別ゲーで同節1000超えて安定してんのすげえなーと思いながらやってた気がするわ。おもろかったんよーで。夏い。料理シミュレーターもやったしな。アーカイブで見た。ダウン・オブ・マン。なんかマンモスカルゲーム。これちょっと面白そうやん。シミュレーションはすぐ飽きちゃいそう。文明開化してるよ。ハンチュ。こうやって配置したら勝手にさ、こうやって見たらさ、マンモス飼ってるみたいな。男が一生懸命マンモス飼って、女が木の実を木の下で拾ってきてるわけや。のび太の創生日記みたいで嫌ねえか。肉干したりして。あ、戦争してる人間同士で。そうやんな、この時代で働かんやつとかおったら絶対殺されてたのに、俺たちってよかった、いい時代に生まれたな本当に。俺この時代に生まれてたら死んでると思う。肉になってたやろな。いい時代だね。平和なゲームやな。え、結構好きやけどな、こういうの。うわ、これ村どうなったやろみたいな感じでみんの。ただこれ生配信やな、きついやな。動画でちょっと経過カットして誰かあげて。いや面白いねんで、こういうのってやったら間違いなく。うんうん、あ、民枠に良さそうって。雑談枠にしろよ、でみんな寝ちゃうんよ。ミミズの香りって水分かりやすい。おい、ジュラシックワールド、タン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 タラタンタタンタ、ブラキオサウルスイもおるやん。恐竜好きやでな。I think that things are going to turn out differently, huh? Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control... Well... あんなちっちゃい恐竜が。Humanity is desperate for it. We are seduced by it. Deceived by the illusion of it.Never really possess it. ステゴサウルスが寝てただけや。It's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, 2018年って、これ建築していくゲームなの。 And what makes us such unique creatures is knowing the scope. ブラキオサウルスだ。この乗り物に乗ってさ、そうそうそう、ジュラシックパークで見た、あの丸い乗り物で移動すんねん。 I know, however, what I would predict.
out now. はあ。ポケモンスナップじゃんで、これ1100円やぞ、安っ。いいね。トロイってこれ大丈夫？すごいメイクの人や。バカ殿様みたいなんおらへん？お前ら見えてない？見えてるか？いたよな。トータルタンク。え、これちょっと見よう。戦車も好き。これあれじゃないの？なんか前にさ、マンモスとかが戦うゲームあったやん。あれなん、あれと同じシリーズじゃん。やや好評が圧倒的に多い。ヘッドホン2000いくら、軽い。おすすめやこれ。おお、破壊すんの大好きやでな俺。え、これ面白そう。え、これプレイヤーで操作するのかな。自動でやってほしいやけど。いや、自動でやるっぽいな。え、違うんか。売ってるもんな。操作もできるんや。それタブスってやつやん。去年ぐらいにやったよな。めちゃくちゃなんねん、こう、そうそうそう。で、赤が敵、青が味方みたいな感じできっちり分かれてんのよ。トータルタンク。人が死ぬゲームやめようよ。で、大丈夫、こいつは人じゃねえから。トータルタンクな、ちょっと覚えとこう。792円、安い。ありじゃないこれ。みんなやりたくない？これいいの見つけたな。ほうほうほう。他はインディーゲーに過度なんはダメ？これは VR。 俺は VR はやる気ない。アイドルマスターが一番だよ。で、まあそれはおそらく買うやろな。やっぱちょっとさ、こう3桁のゲームやったら面白そうなあったら買うかなって気になんのよな。うんうん。ほうほうほう。ナルキストスなら0円だよってどんなゲームか分からん。ちょっとエッチなホラー、もうホラーの時点で無理。どんだけ脱ごうが無理。おもろそうなの貼らせてんよって。おもろそうなの、大丈夫、トラップじゃね。トータルタンク面白そうだったよって。トータルタンク、さっき見たやつがトータルタンクやっけ。ちょっと待ってな。さっき見たやつがトータルタンクやっけ俺が。そやんな、多分。タイトルが覚えりやんから俺。プラネットコースターとかが面白い？目についたやつで。今のが、何やったかな？シミュレーションか。
サバイバル、ローグライ、俺ローグライク好きやけど、お前ら嫌いやんな、ローグライクって。え、青ひげ見えないでしょ、だってさっき一応剃ったもん俺。俺ローグライクはな、すげえ好きなんやけどさ、配信映えかな、ローグライクって基本しやんからな。そうなんよ。あ、このエデンってゲーム面白いよって言われてたやつや。これ一人でやったらハマんやろね。見るのはおもんないよ。そう、やる分にはおもろいのよ。お、スレイザースパイアもあるぞこれ。神ゲーなこれ。あの、僕これ未だにやって 60% オフで、なんと今なら1028円です。皆さんセールしてるんで、ぜひスレイザースパイアやってみませんか。これマジでハマったらやばいから、でも気をつけて。あー、これおもろいね。ポータル俺昔実況してる。2、あの1、2買ったけど2は手つけあんだわ。1まあ怖かったけど面白かった。なんかあれ怖いのよな、2やれよって。ポータルは酔っちゃうよ。そう、雰囲気怖えよな。なんかケーキがみたいな話や。うんうんうん。あ、これさっき見たローグライクか。え、こんな女の子が出てくるローグライクって最近流行ってんの？え、これあれちゃうの？東宝じゃねえの？幻想曲って書いてあるし、これ東宝やん。へえ。でも俺東宝のキャラ知らんでな。不思議の幻想郷シリーズ最新作が大幅に生まれ変わって新登場。うん。大勢の東方キャラクターを率いて男女に挑めるのはもちろん、新たなフォーメーションシステムで誰でもプレイヤーへと変更可能に。さあ、好きな東方キャラを大勢率いて難攻不落の迷宮ロータスラビリンスへ再び挑もう。ゆっくりしてってね。やばい、この子知らん。あ、チルノだけわかる。あれ、ローグライク要素どこ？電脳世界を巡る冒険の旅を今再び。さあ、その不思議を探しに行こう。不思議の幻想郷ロータスラビリンス R。 まあ、なんでも東方も今はそうやって言われてんやろな。生まれ変わった、いや、昔から好きな人は好きで、東方ファンって多分おっさんが圧倒的に多いと思う。なんか R はダメな。うんうん、スイッチにも東宝のゲームあるんや。新規入らんやろね、もう東宝は。そやと思うわ。これやったんやけどな。どこまでやったっけな。ゲームオーバーしたんやっけな。発売日にやったわ。うんうん。風雷の試練な。俺 SFC の風雷の試練のテーブルマウンテンタイムアタックが20分何秒って記録持ってんねん。普通に結構すごいねんで。うん。早いじゃんって。お前テーブルマウンテンタイムアタック知ってんのかよ。ホラー見ろってやだな。最後にテンション落としたくねえホラー見て。お前ら自分で見ろよ。俺やや、見んのも嫌やもん。レース&スポーツでなんかええのねえの。やや、みやみなみやだやだやだ。やややややや。やや。やややや、無理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 。卓球とか。なんでリアルな卓球なんや。ちょこれ見ようよ。VR かこれ。シェイクハンドとなんたらハンドっていうのがあるのな。手映ってた。カメラが飛んだ。全然映ってねえやん。シェイクハンドとここで当てたんや。全然映ってねえ。
え、じゃあさっきからいろいろ映ってなかった？俺いろいろやってたけど。マジでほぼリアル卓球なん。へえ、反応ちゃんとすんのか。 VR のゲームはな、見せんの難しいからな。てか俺 VR ゴーグル持ってねえし、顔しか映ってなかった。ああ俺レースにしたよな。リトルバスターズ、タタラタラン、タタラタランタンタン、タタラタタンタンタン、希望という名のタタラタン、タララティタタティタティティ。ちょ、曲だけ聞こう。髪型えらいことなってるやん。キーは実況禁止か。なんか曲いいわやっぱ。実況していいこれ。あれ、リトルバスターそうやんな、この曲やんな。弱いいじめ、めだよ。クラス一緒だったらよかったのにね。 Who am I? 可愛いものは好きだよ、私は。美しくないです、見たな、認めなさいよ。あなたはあなたでしかない。帰りてぇ。帰りてぇ。え、おいちゃん何言ってんのって分からんやつもおると思うけど、あの頃に帰りて。別にこのゲーム知らんしさ、やったこともねえし、実況見たこともねえけどさ、ずっと流れてたんや当時。ええ曲やなって思う程度の曲なんやで。ただニコニコ動画があったあの時代に
もうオープンレックとかツイッチとか YouTube なくなれよ。ニコニコ動画だけでええやねえかよ。って気持ちになりました。あー、いや今のはもうニコニコ見てたやつ泣いてると思う俺。カメラずれた大パンごときでずれんなよ。あータタラタタンタタラタタンタンタンタティタティタンタンタンタタラタタタタラタン。つらいね。組曲が好きなで、じゃあ何のマッドとかでも結構ああいう流れんねん。動画見とるだけ流れる曲やねん。いやクラナドはあれ、クラナドの曲って何？消える飛行機雲、僕たちは見送った。あれは何？エアーか。それクラナドの曲って知らねえよ。どんな曲？クラナドの曲って、え、なんか団子三兄弟みたいな。ちょっと待ってな、なんかあれもう全然記憶、全然知らんわ俺。10年前とか、あ、わかんねえ。団子三兄弟10年どころか20年ぐらい前やし。団子大家族みたいな、それそれそれ、そんな感じやんな。団子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 とって、そういうエンディングがあんねやろ。トークで、トークで、いや知らねえそんな曲。いやー懐かしいなー。3つ合わせて団子団子。SF って当たり外れあんのよなー、この SF。 SF って現実世界じゃないやんって感じが、なんかこのそれってもうよくわからんってなるか、あなるほどなって思うか。ノベルゲーム一通り見てアイドルマスターとかになったよ。ロボットとかじゃないねん俺が好きなんは。ソムニウムも一応 SF か。 SF は明確な定義がない。なるほど、幅が広いんや。うんうん、ラバーズ可愛いな、俺も思ったこれな。でもどうだろうっていう。ちょっと見てみる。これあれやん、ストレッチパワーが溜まってきそうやな。ウェポン、シールド、エンジンやら何やら書いてあった。あ、マルチプレイ系か。じゃあいいや。ラバーズ Now on sale。 SF はまあちょっとむずいな。コロニーシップ、あ、よかった、部屋あった。あぶね。アクション。アクションね。龍が如くがアクションに入んの？タイタンフォール？何やっけ、タイタンフォールって。これ？ロボじゃん。This is what we're fighting for, Cooper. More people join every day to fight the IRC. あ、これペクスの親戚か。なんかミラージュのお兄ちゃんがなんかおるみたいな。But now we chase them. うんうん。ラ
Rifleman Jack Cooper, you are now confirmed. ベックスと違って簡単だよ。なんか機械乗り込んでるやん。You think you can survive through this, BT? Trust me. R201 カービンを収録ってよ。あ、武器の元ネタとかが出てくんにゃ。これでバルキリーの親父を殺すんだよって。そうだな。日本人悪者にしゃんといてくれよ。流行ってんの？2016年のゲーム。I detect sarcasm. オンラインで100人いない時あるよ。みんなペックスに流れてんのか。てかオンラインできんのこれ。ショットガン撃ってんじゃん。エーペックスの方がおもろそう。僕正直だから言いますよ、これエーペックスでよくね。オンラインがメインなんや。テラリアとかな。これマイクラの偽物やろ。テラリアなんかな、あんまりでもな、なんかマイクラでええんちゃうかなって気になんのよな。これだいたいそうだよ。でそう言うとキレられる。何、厄介テラリアオタクに。ごめん、ちょっと毛嫌いせず見てみよう。テラリア、画面ちっちゃいな。やったら楽しいんやろうね。画面ちっちゃすぎやん。キャラクターの大きさ倍にしてほしい。せめて画面は大きくできる。設定でズームができる。あ、そうなんだ。え、何これ、敵とか出てくんの。あ、メトロイド。ユーナマは好きやけど、ユーナマってスチームでねえんかな。露骨に敵出てるやん。おえちゃんはまずどういうゲームがやりたいの。女の子が出てきて俺と結ばれるゲーム。意外とマイクラじゃないね。それはナルキッソスだね。ってお前さっきも勧めてたやつやろ。カップエンドいつかやりたいとは思ってるけど、まあ生きとる間にできたらええな。テイルズかわいいね。やりません。いや、やりたいな、いつかな。いつかやりたいと思ってんねやけど。なんか暗い。こうやって見るとさ、まあ、ダークソウルがここにあるからかもしれんけど、画面暗いよな。海外のゲームって、もっと明るい、こういう感じでいいわ。全然ゲーム内容違うし。サムネ詐欺もええとか、全然ゲーム内容違うやん。コナン、内容はめっちゃ暗い。まあまあいろいろ見ましたけども、どう今回お前ら、めぼしいゲームあった？えって。え、なに
ゲームしようよって今日も失敗したじゃん。今日ツイッチまでやってきたってのに、俺も悔しくてしょうがねえや、スマブラ負けな今日スマブラだだ下がりしたん悔しくてしゃあない、もういやーあーってなってんねん。今日見たゲーム、これまずトータルタンクシミュレーター、これちょっと気になってるっていうのと、おもろいかな、まあ、やっても単発になるとは思うけど、何これ、マフィアか、あこれちょっと内容わからんけど、なんか世界観は面白そう、飽きちゃうよって。あとはあ、なんかこれさ、なんか別のあれやつ見ないと分かんないよって言われたような、これだけじゃ分からんの、9、まさかこれあの8とか7とか6とかあって順番にやってかな分かんないのの9個目とかじゃねえよな。4作品ある、エピソード1、2、3、4、ほんとや。全部買ったら5165円する。1だけじゃダメな。1で完結してない？めっちゃ長くて暗いけどバカ面白い。バラ売りしてるんや。へぇマルコの銀河流、ちょこれ曲だけよかったらもう一回聴きてよ。いやまあいや後で聴こうや、アーカイブで聴こう。でこれ三色エレンいるか、安いけど日本語サポートしてねえし、これ必要やったか。ただこのネトラレ要素が気になってしゃあねえよな。めっちゃ悔しそうやもんこの女ギーってめっちゃ屈辱みたいな感じで、ここ気になるけど。そしてやっぱ本命はこちらか、アイドルマスター。という感じですかね。まあ、ちょっとまた購入しとくんで、今日のところは皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあよし、今日のところはまあこの辺で、いろんなゲーム見れたし、お前らもよかったらスチームセール見といて。よし、ありがとうございました。ではまた近いうちお会いしましょう。おやすみ、いい夢見ろよ、またねー